はい、じゃあちょっとモニターもフレキシブルですね、きちんと、ね、奥まで刺さないとダメですからね、このやつで、フレキシブル刺すときとかはこういったピンセットでしっかりと奥まで差し込むっていうのを絶対やってくださいね。これフレキシブルって指でやってて奥まで刺さってると思ってるかもしれないですけども、刺さってないことが結構多いです。やりがちですね。でそうすると、まあ、ちゃんと起動しないとかっていうのになるんで、じゃあスイッチ入れてみたいと思います。スイッチオン。ちゃんとついてますね、緑のやつ。これなんか抵抗がついてないと、抵抗330オームの抵抗つけたと思う。それがついてないとこれがすぐ落ちちゃうらしいんですよ。っていうのもこちらの方のモニターフレキシブルが刺さってないと起動しないんですよね、そもそも。なんで落ちちゃうんですよ。ちゃんとついてるんですけど画面が来ねえのこれ。あれ、ちょっと調べてみますね。はい、よしです。今回はですね、ゲームボーイマクロを作りたいと思います。外装を頼んだのはやっと届いたので、これはアルミの削り出しですね。これ高いんです。7000円とか8000円ぐらいですよね。アイリエクスプレスで取り寄せたんですけども、あれですね、ここの部分ですね、これが、普通にゲームボーイマクロを作るところがちょっと出っ張った状態で残っちゃうんですよね。ここのところが、なくなるので、ここだけちょっと出っ張ってる、加工したりとか、気にしない人はそのままで、作る方もいらっしゃると思うんですけども、ここの部分はですね、こんな感じのかっこいい感じに、ちょっとアルミ削り出しのやつでちょっと売ってたので、これ買いました。ロゴが DS ライトマクロってなってます。あ、ミクロってなってるのか。DS ライトミクロだね。で、これちょっと自分知らなかったんですけど、ここにスピーカーの置くスペースがあるんですね。このやつですね、ちっちゃい、この、ちょっと出しましょうか。こんな感じですね。これなんか4個セットで、このスピーカーはアリエクスプレスで売ってなかったんですよ。で、Amazon で見たら売ってて、4個でいくらだったかな。まあそこそこ値段したような気がするな。まとめ売りですからね。一応なんかここら辺にちょっと貼り付けるみたいな感じですね。こんな感じで。ちょっと向きわかんないんですけども、まあ配線がちょっと取り回しいい感じにちょっとやろうかなと思ってます。で、このネットももう貼っちゃってるんですけども、このネットが、このぐらいですね、ついてて、ゴミが入らないようになってまして、あとはついてたのが、十字ボタン、AB ボタン、セレクト、スタートのボタンと、あとまあ、これ辺のネジですね。ネジ周りはついてましたね。で、これでちょっとやろうかなと思ってます。で、あと、下画面は、これ新品で取り寄せてますね。最近なんか値段が上がってきちゃってて、これ前、1個1000円ぐらいだったのに、今なんか2000円ぐらいですかね。なんか結構値段上がってきちゃってるので、まあちょっと現状のやつそのまま使ってもいいっていう人はそのまま使ってもいいかなと思いますね。だってこれとこれだけで1万円ぐらいいっちゃいますからねで、これはハードオフで330円でバッテリーなしの動作確認なしの裏蓋がなしで買ってきました。まあ基板だけちょっと使おうかなと思ってます。で、動作の方はですね、早いんですよ。下画面は正常なんだけども、上画面はちょっと行っちゃってて映ってないんですよね、これ。液晶が多分行っちゃってるんじゃないかなと思うんですけども、なんかラインが見えますよね。一応そんな感じですね。なんで、これの下の部分ちょっと使おうかなと思ってます。で、これなんか、ちょっと処理をしておかなくちゃいけないみたいですね。どうやってやるの？ちょっと待ってください。この画面まで行ったら、設定ですね。設定の方でゲームボーイアドバンスのマーク出てるやつを押して、で、上画面じゃなくて、ゲームボーイやるときの画面を下画面にしとくみたいですね。まず最初にこれを設定しとかないとダメみたいですね。これで OK かな？これで OK ですね。で、戻る、終了。まあ、この画面でもいいんですけど、ちょっと若干黄ばんでるような感じだったので、この画面、使ってみ、あ、この画面じゃなくてですね、新品の方でちょっとやってみたいと思います。じゃあ、とりあえず分解しちゃいたいと思います。ここの方は、あれですね、隠しネジ、
ゴム足を外せばネジ頭が出てくるので、ここを ここはですね、ここを外せば別にネジ出てくるので、Y 字ドライバーですね、こんな感じの Y 字ドライバーで、開けてきます。でプラスもあるのかな、まあちょっとプラスあったらそれはお知らせします。じゃあとりあえず、全部ネジ外したいと思います。はい、一応外しました。見えてるネジですね。でこことこことこことここだけ、プラスでしたね。これは外す必要なかったですね。裏面というかこの下の面に付いていたかったので、これはまあ必要なかったんです。一応見えてるネジ全部外しました。隠しネジのところはプラスでしたね。じゃあこれちょっと外します。あれ爪があるんで、ちょっとまあ指でなぞってあげれば外れますね。じゃあこれもう浮いてて取れると、こんな感じですね。一応取れました。で先ほど、先走ってちょっと抜いちゃったネジですね、こことあとここ2箇所かな、それ外せば開くかな。じゃあちょっとこっち残り1個外したいと思います。はい、じゃあ一応、外しましたので、これスポッと抜けるんですけど、その前にこれ外さなくちゃいけないですね。このバネの引っかかり方をちょっとチェックしておいて、こんな感じですね。こんな感じなんで、ちょっと覚えておいて後で跳ねた時にですね、こういうのあれですわね、ちょっと分かんなくなっちゃいますんで、こんな感じで止まってますね。こんな感じで、で真ん中のところのここの隙間に引っかかってるような感じですね。じゃあちょっとこれ外して、上画面もちょっと全部外したいと思います。はい、じゃあちょっと外します。こんな感じですね。あれですね、 Wi-Fi アンテナとここがつながっちゃってますね。画面が映るなこれは上に上げるタイプのやつで外します。まあフレキシブルはもう使わないんでね、まあ、強引にやっちゃってもいいかなと思うんですけども。であとここがあれだな、 Wi-Fi アンテナが刺さってんだな。これも爪で外れますので、こんな感じですね。でこれは大丈夫なの、あこれ違うな、 Wi-Fi じゃないな、あれどっちが Wi-Fi、 こっちが Wi-Fi かでこれ取るんですけども、これなんだろう、マイクかな。でこれ取ってからですね、ここを下カートリッジのスロットの下通ってるんで、これを丁寧に抜かなくちゃ、なかなかちょっと引っかかっちゃうと抜けづらいんで、ちょっと慎重にやってちょっと外します。はい、じゃあ抜いちゃったらこんな感じで一応外しますね。でこのゴム足とかは全部、利用しますんで、再利用ですね。で一応こんな感じで画面は外します。フレキシブル、このは上に上げるタイプですね。これ、上に上げてから引き抜きます。でこっちもあんだな。でこのフレキシブルのこのラッチなんですけど、上げたら一応下げていきましょう。破損しちゃうともう基板がダメになっちゃうんで、あとこっちですね、ここも別に使わないんでいっちゃいいんですけども、まあ丁寧にやっといた方がいいですよね。どっちだ、これ後ろからか、ちょっとこっちのチップを外してからにしましょうか。これちょっとチップ外しますね。これ、手で両面テープで止まってる場合とか接着剤とかってあるみたいなんですけども、一応これ両面かな、あ止まってなかったのこれ、ゴム、あ両面だ、こっち側に両面のやつ残ってるんで、こっちですね、ここの丁寧に外したんですよ、基板損傷しないようにですね。でここのラッチが上側かな、これはこれラッチ分かんなかったら調べた方がいいっすよ。あ、これですね、上側で外れましたね。でそのまま戻しておきます。でこれで、画面が外れました。こんな感じでね、絶縁されてるので、またつけるときもですね、たまに丁寧なやつは絶縁きちんとおっしゃるやつあるんですけども、新品で買うと、絶縁しないんですよ。あれどっか行っちゃったこれですね、買ったやつは、裏面は絶縁してないですね。これ絶縁しないとショートしちゃうんで、この絶縁テープですね、何かしらちょっと
貼んなくちゃいけないですね。あとでちょっとそれはやっておきたいと思います。はい、でですね、一応まあこんな感じなんですけど、これが表面で、裏面ついてるのかって、7000、8000円で買ったので、裏面まで全部ついてるものだと思い込んでて届いたら、表しかついてなかったんですよね、この表面のやつ。で、裏面が現状のやつを、流用するような感じみたいなんですよね。で、まあ黒のやつ外したんで、黒のやつも使ってもいいんですけれども、前にですね、こんな感じで、M バージョンのやつ、あの M ブラザーズのバージョンのやつ、なんか全部真っ赤っかのやつで M の文字が入ってるっていう感じのやつを買ってやろうと思ったんですけど、これ実は皆さんも交換したことがある方はいらっしゃると思うんですけど、いらっしゃる方は交換した方は分かってると思うんですけど、噛み合わせが悪い、非常に噛み合わせが悪いで、それをまあ解消する、解消っていうか、ここの部分は特に問題ないんですよね。下面も問題ないんですけども、何がまずい、こことここの噛み合わせがうまくいかなくて、うまい具合にいかないんですよね。なんでこれは上のこの部分だけを使って、あとそうですね、ボタンをちょこちょこっと変えて、M バージョンみたいな感じでちょっとやっ作って、これは、動画やるかなり前に作ったんですよね。動画やり始めるかなり前に作って、まあ、ツートンカラーですよね。こんな感じでちょっと作ったんですよ。で、これを、で、作った時にこれが余ったんですよね。なんで、これをちょっと今回ちょっと使おうかなと。バリエーション的にはこんな感じですね。赤黒で、これとはちょっと違う感じの配置なんですけども、ちょっとかっこいいっすよね、これ赤黒で。でこんな感じで作ろうかなと思って、あといろいろちょっと工法いろいろあるかと思うんですけども、これがつや消しブラックじゃないですか。でこっちのやつ使うとつやありブラックなので、このやつ使えば、つや消しブラックのつや消しブラックでちょうどバッチリ合うんじゃないかなっていう感じのやつもありますね。でもこれはなかなかちょっとジャンクで出てないっすね。やっぱりちょっと人気の配色なんですかね。なんでジャンキーも多分すぐ売れちゃうと思うような感じだと思うんですね。で今回はこれでちょっとやっていきたいと思います。はい、であとですね、ちょっとハンダ付けをしなくちゃいけないんですけど、それがちょっとレベルが高いっていうか、基板のところに直接ハンダするやつなんで、ちょっと食いつきが悪かったりするとちょっと失敗しちゃう可能性があります。でそこにスピーカーとあとチップ抵抗っていうのをですね、これちょっとつけるような感じですね。これとこれをちょっとつけるんですけども、ここら辺ですね、ちょっと細かい作業になります。で、自分の買ったこの DS ライトミクロには、1個だけついてました。で、まあその1個だけでワンチャンでうまくいけばいいんですけども、Amazon にこんな感じでちょっとまとまって売ってますんで、まあ、自信ない人はちょっと、もしくは2個目3個目作る方はですね、こんな感じでちょっと用意してもらえればなと思います。じゃあスピーカーとチップ抵抗ですね、こちら330オームのやつですね、ちょっとこれをちょっとつけていきたいと思います。はい、じゃあちょっとチップ抵抗とスピーカーの配線していくんですけども、スピーカーがこちらがグランドですね、マイナスですね。でこちらがプラスになってますね。SPLO というところですね。この端子が、プラスです。でこっちが V グラウンドって書いてあるのが、マイナスですね。でこちらが、2箇所、黒丸でなっているのが、チップ抵抗ですね。チップ抵抗330オームをつけるところですね。これに関しては、チップ抵抗の抵抗関係って基本的には、極性がないと思っていただいて大丈夫だと思うんですけど、まあ特殊なやつはなんかあるみたいなんですけども、まあ我々のする範囲においては多分抵抗は、極性なしで大丈夫だと思います。じゃあこれをですね、この、2箇所、ハンダモリモリしたいんですけれども、今回はですね、コーミペーストじゃねえ、コーミペーストはあれだ、チャーハン取る時に使うやつハンダペーストをちょっと使いたいと思います。なんか今まで一生懸命やってたんですけども、普通のハンダでやってたんですけども、これを使うと結構楽なんで、これちょっとモリモリしておきたいと思います。じゃあこれでちょっとハンダ熱します。
もう水泳頼んでるからちょっと食っちゃいますね。ちょっと周りのが残ってるんでちょっとねしますね。一応こんな感じですね。綺麗にちょっとできてるかなと思いますね。なんでここに、こちらも、予備ハンダ、こんな感じですね。まずスピーカーケーブルからやっちゃいましょうか。ちょっとスピーカーの長さが、マイナスのでちょっと足りなかったのでちょっと延長しておきました。どこだったかな。あ、これか。じゃあ、ハンダします。ですね。ちょっと補強のためにカプトンテープちょっと貼っておきたいと思います。一応こんな感じですね。小ささこんな感じですね。まあ豆粒より小さい感じなんでこれちょっと取り付けると気をつけてください。止まったかな。ふう、これでできたかな。こんな感じですね。はい、じゃあちょっとモニターもフレキシブルですね。きちんとね奥まで刺さないとダメですからね、このやつで。フレキシブル刺すときとかはこういったピンセットでしっかりと奥まで差し込むっていうのを絶対やってくださいね。これフレキシブルって指でやってて奥まで刺さってると思ってるかもしれないですけども、刺さってないことが結構多いです。やりがちですね。でそうするとまあちゃんと起動しないとかっていうになるんで、じゃあスイッチ入れてみたいと思います。スイッチオン。ちゃんとついてますね、緑のやつ。これなんか抵抗がついてないと抵抗330オームの抵抗をつけたと、それがついてないとこれがすぐ落ちちゃうらしいんですよ。というのもこちらの方のモニターフレキシブルが刺さってないと起動しないんですよね。
そもそもなんで落ちちゃうんですか。ちゃんとついてるんですけど画面が来ねえな。これあれ、ちょっと調べてみますね。いろいろ調べてたらこれ外したじゃないですか。これなんですか、これの中になんかバイオスが入ってるみたいですね。この塊の中に何つんだか分かんないです。これ刺さないと、起動しないですよ、そもそも。なんでちょっとこれでもう一回やり直してみたいと思います。はい、じゃあ動作確認します。じゃあスイッチ、あれスイッチオン、あ、来たね。起動、あー、した、OK。で、これ、フレキシブル、タッチパネルのフレキシブルについてるんで使えますね。おっしゃー、とりあえずは大丈夫みたいですね。じゃあ、これで、本ちゃん組をしてみたいと思います。で、モニターを、新しいやつつけようかなみたいな感じでしたと思うんですけど、結局、これ、元のついてたやつ、ちょっと流用しようかなと思ってます。っていうのも、これ、液晶が、タッチパネル別途に買っとかないと、これ乗せてやらないと、これすごい薄いやつなので、傷だらけになっちゃうと思うんですよね。で、これタッチパネルのやつが保護カバーみたいな感じになってくれるので、まあ、ここにフィルム貼り付けてもいいんですけども、まあ、あれですね、ちょっとこのタッチパネルのやつそのまま使って、これで傷がつかないようにちょっとしようかなと思う。じゃあ、とりあえず組み上がりましたので、電池入れて、一応カセットも入れて動作確認してみましょうか。じゃあスイッチオン。一応ちゃんとライトついてますね。おお、立ち上がった。スーパーマリオブラザーズ。音声はスイッチ押したら出てくるのかな。音ちっちゃ、音ちっちゃ。音出てるんだけどちっちゃいっすね。なんでだ、すげえちっちゃいな。スピーカーがちっちゃいのと、あとあれかな、まあ金属だから、でもそんなの関係ない。スピーカーがやっぱちょっとちっちゃいのかな。ちょっと音を近づ、マイクのところ近づけてみますね。こんな感じですね。蚊の鳴くような音しかしてない。参ったなぁ。この間、なんだ、アドファミに使ったアンプをちょっと使って、音量をですね、ちょっと増幅してみたいと思います。これですね。2.5V から、5.5V の電流を流せば OK なんですよね。で、こんな感じですね。このところに、これですね、全く一緒なんですけども、5V 流してあげて、オーディオのシグナル、プラスをコールにつけるわけですよね。で、オーディオシグナルのマイナスをこっちにつけて、もしくはグラウンドの方につないでくださいって感じですね。で、スピーカーのやつをこっちの、あ、まあ、しまった。あ、いいの。スピーカーのやつを、こちら、プラスマイナス、引っ付けてあげると。で、4から8オームなんですけども、買ったスピーカーが、8オームのスピーカーなんで、容量を満たしてますね。で、あと、どっから、電圧を取るか取らないか、取らないかだね、取るんだけども、ここだよね。ここ、BT-BT+ って親切に書いてあるので、この頃ちょっとつなげてみたいと思います。これ、スピーカーの線、抜き差ししたら外れちゃいました。まあ、とりあえずもういいんですけども、後でちょっと付け直すんでいいんですけども、バッテリーのマイナスとプラス、ここなんですけど、ちょっと、あ、そうだ、あとですね、ちょっと一つ、気がかりなところが、これが、こう収まって、アンプの場所ですね、アンプの場所をちょっと決めたいんですけども、こうなってるんです。で、ここの頃にちょっと設置しようかなと思ってるんですね。こんな感じですね。で、ここのスロット、
DS をソフトを差し込むスロットなんですけども、スロットなんですけど、これを取ってここにちょっと置きたいなと思うんですよ。でこれちょっと高さ見てみると、ギリギリやったとしてもちょっと 1-2mm 出ちゃってるんですよね。でこれなんかギリギリみたいなんですよ、高さが。なんで普通にこのままやってしまうと、あのこのアンプがですね、圧迫しちゃうというか、まあこっちを削るかこっちのアンプの高さを変えるかみたいな感じなんですけど、ちょっと手持ちのやつで100マイクロファラド、10ボルトっていう意味なんですけども、この100と10ボルトですね。で100マイクロファラドのコンデンサを横倒しにして、これを取って横倒しのやつにちょっと横倒しにしてちょっと接続してですね、それをちょっと使おうかなと思います。なんでかなりちょっと高さが解消されるので、今後設置できるんじゃないかなと思います。でここのスロットはそのままじゃちょっと無理なので、ちょっと外したいと思います。このスロットを外して、これですね、これのスペースを作って今後にちょっと設置しようかなと思います。はい、じゃあですね、このコンデンサ外して、このやつですね、普通の一般的な形のやつを横倒しにしてこんな感じにやれば、高さが多分半分ぐらいになるんじゃないかなと思いますんで、半分までいかないかまあそんな感じだと思うんで、ちょっとこれを外したいと思います。まあ上の部分ちょんってやるかな。まああのきちんとしたいいニッパーだったらば、下の基板を傷めずに、カットできるので、こんな感じですね。これちょっと安いやつでやると、あの下の基板まで持っていっちゃう可能性があるので、ちょっと気をつけてください。じゃあこんな感じになったので、あとちょっとハンダでこれ覗きたいと思います。はい、じゃあ一応コンデンサー、取り除きましたので、これあのちょっとカットしました。こんな感じですね、極性が、ありますので、コンデンサーは、このラインがある方がマイナスになりますので、こんな感じですね。これでちょっとハンダしていきたいと思います。とあれだな、押さえるの大変だなまあちょっと仮止めして、その後モリモリしましょうか。そうっすね、であとちょっとモリモリして完成ですね。高さもこのぐらいになったんで、ずいぶんちっちゃくなりました、低くなりましたね。これでもうあの高さ的には問題ないかなと思います。コンデンサーも日本製のやつで、一応オーディオ用のやつがあればよかったんですけども、まあ一緒これで。じゃああと、こちらの方ですね、作業取りとかあります。はい、じゃあですね、こちらの方ですね、この DS のカードスロットの方、取りたいと思うんですけども、これ4箇所の足で止まってますね。大きくはここで4箇所止まって、あと端子のところがバーって止まってるような感じですね。こっちの方は停留点ハンダ使ってちょっと取りたいと思います。まあとりあえずこっちの4箇所ですね、このがっちり止まってる4箇所をちょっと外そうと思うんですけども、これはあの温調付きのやつですね、今ちょっと温度上げてますけども、500度まで上がるやつですね。これでちょっとやりたいと思います。基板のところに熱するっていうのは結構ですね、熱を持ってかれちゃうんですよ、基板の方に。なんで350度だとちょっとパワー不足かなっていう感じなので、今もう500度近くなりますので、これでちょっとやってみたいと思います。350度だとですね、熱が上がんないんですよ、基板にザーって熱が流れていっちゃって、あともう500ドルだと余裕でできちゃうんですね。でこっちも同じような感じで、4箇所ですね、全部ちょっと足のところのハンダをとりあえず取っていきたいと思います。はい、じゃあある方取ったらですね、ちょっともう簡単に持ち上がるような感じになってますんで、上に引っ張りながら、ちょっとこんな感じですね、こうすればもう浮いちゃいますんで、浮いたらあのハンダーがひっつかないようにですね、固定して冷めたら戻すみたいな感じです。こちらももうハンダーがほとんどないので、温めればすぐ浮いちゃいます。これで OK ですね。でこれ4箇所やれば、あれです、簡単に取れるように
になってきますので、ここもちょっと温めながら浮かせます。こんな感じですね。であとここの、端子の部分だけですので、ここは低油点ハンダ、ありがたいことにですね、メルカリでこんな感じの棒状の低油点ハンダを売られてる方がいらっしゃるので、皆さんもですね、ぜひちょっと使う場合にはそちらの方でですね、ちょっと購入してもらえたら存続して長くやってくれるんじゃないかと思いますんで、ちょっとそんな感じでお願い、ぜひお願いしたいです。これなんか40度とか50度ぐらいで溶けるなってんですよね。なんで一旦熱を与えるとしばらくの間トロトロの状態で入れるので、これをハンダのところにやって混ぜてあげるんですよ、もともとのハンダと。でそうすると融点がだいぶ下がって7、80度とかそのぐらいになってくるので、トロトロの状態で簡単に上に引き上げられるみたいな感じですね。そうすれば端子を傷めずに再利用ができると、こんな感じです。もう簡単に取れちゃいます簡単なもんですよね。じゃああとここをちょっと掃除すれば、綺麗に、で取れ簡単に取れましたんで、ちょっと掃除して準備したいと思います。はい、一応こんな感じでこちら側に設置するんですけども、スピーカーのターン、スピーカーがこちら側のこれになるので、右寄りにちょっと設置したいと思います。まあここら辺ですかね。で、ちょっとまあ作業やって、まあさ流れ的には今までやってるのと一緒なので、まあ出来上がった、図だけちょっと説明、出来上がったあれですね、状態だけちょっと後で説明したいと思います。じゃあ全部作業ちょっとやっちゃいますね。はい、一応ちょっとアンプつないで音出してみたんですけども、まあ音はするんですけども、これ最大ボリュームでですね、ちょっとやっぱスピーカーがちっちゃいのがいけないのかな。ちょっとですね、やっぱ音が小さいっていうので、まあちょっとこっちのスピーカーか元の DS のスピーカーにちょっと切り替えてみようかなと思います。まあ前面のところのここのところのスピーカーの穴にこだわることなくて、まあ後ろのここら辺ですね、ちょっと空いてるんで、それを設置してみる方向でちょっと調整してみたいと思います。はい、一応ですね、今最大音量ですね、DS ライトの元々のスピーカーをアンプ接続でちょっとやってみたんですけども、まあ後ろの方にちょっと穴開ければもうちょっと音を大きく聞こえるかもしれないですけど、まあ後ろ向きに音が出ちゃってるので、まあちょっとこれが限界かなみたいな感じですかね。まあ一応ゲームできるくらいの音量に、ね、なってるんで、とりあえずこれでですね、組み上げてちょっと完成させたいと思います。で一応ちょっとまあ配線の取り回しだけちょっと説明しておきたいと思います。ここの、バッテリー BT プラスっていうところから、アンプ用の電源取っております。でサウンドのインは、ここからですね取って、サウンドのマイナスはここから取ってます。そんな感じかな、3箇所で、あとあれですよね、プラスの、プラス、スピーカーのプラスマイナスですね、これをここにつけてるみたいな感じですね。先ほどの、こちらの3本は一応こちらにつないでます。でこっちがバッテリーのプラスかな、でこれがサウンドのプラス、サウンドのマイナスみたいな感じですね。一応こんな感じですね。で配線の取り回しはこうやったんですけども、まあこれがベストかな。なんか結構隙間が少ないんで、なんか変なとこ配線回しすると挟んじゃうんですよね、結構いろいろで閉まんなくなっちゃったりとかするので、一応まあこんな感じでちょっとやればうまくいくんじゃないかなと思います。はい、一応こんな感じでちょっとまあ四苦八苦しましたけれども、まあ外装交換とあと通常のやつだけで収まらなかったっていうか、アンプを増設したりとか、アンプの配線の取り回しですね、配線の取り回しをやっぱこの中結構キツキツなので、その取り回しのちょっと取り方でちょっと四苦八苦したところはありましたけれども、まあ、とりあえずはできましたので、
まああれですね、ツートンカラーでこんな感じで、作ったんですけども、まあ結構かっこいいかなと思いますね。こっちはこっちでツートンカラーでオリジナルで作ったんですけども、まあこんな感じで、こちらの方もこんな感じですね。まあちょっとツヤ消しの方がどちらかというと良かった感じはするんですけど、そんなに違和感なくできましたね。割とかっこよくできました。質感もあるし、外で出してもちょっと恥ずかしくないかなみたいな感じですね。ちょっとかっこいいゲーム、大人のゲームウォッチみたいな感じですよね、雰囲気的には。で、このにロゴも DS ライトミクロって入ってますね。で、まあちょっとこの、今回のやつでいろいろちょっとチェックポイントっていうか、まあなんですかね、配線の取り回しが、アンプをちょっと増設しないと音が全然聞こえないって感じのところがあれですね、一番あれですね。で、スピーカーのところをちっちゃいスピーカー前のところにつけても音が全然聞こえないみたいな感じだったので、まあアンプ増設したんですけども、アンプ増設してスピーカーやったんですけども、アンプ増設してもちっちゃいスピーカーの全然音が聞こえないみたいな感じだったので、結局 DS ライトのスピーカーを使ったみたいな感じです。そのこちらの方ですね、アンプとで、ここ隙間空いてるので、またちょっと時間ある時にですね、こんな感じの、これ長谷川のプラモデル用のパーツですね、モデリングメッシュってやつなんですけども、これ前に、何だっけな、PS1 のモニターの、スピーカーネットですね、スピーカーネットをちょっと破いちゃってどうしようかなっていうので、ちょっと力貸してくださいって視聴者さんにお願いしたら、一応こんな感じのやつありますよって言われて、スピーカーネット代わりにハサミで切ってですね、ハサミって言ってもあれですよ、特殊なハサミですね、ネットを切るハサミで、これでチョキチョキ切って貼り合わせたんですけども、今回も、ちょっとこれ買ったんですけども、このロールですね、切って、ちょっと型を丸めながら、ゆっくり丸めながらちょっとつけて、この両面テープでちょっと貼っちゃおうかなと思ってますね。なんでそうすればあれですよ、ゴミも入りづらいっていう感じなのでいいかなと思います。まあちょっと配線のところはちょっと参考にしていただければなと思います。で、肝心の画質といいますか、この見た目ですね、いいですね。これここら辺の、これ V3 なんですけど、ここら辺のレンガのちらつきが、こちらの V3 のはちょっと肉眼じゃ分かんないかな、ちょっと結構あるんですよ、ちらつきが。分かりますかね、ちょっと動いたりするとよく分かると思うんですけども、ちらつきがかなりあるんですけども、こちら全然ないっすね、こちら全然ないんですよ。で、明るさっていうか、なんですかね、色鮮やかさですね、色鮮やかさに関しては IPS の方が確かにいいんですけれども、こちらの方はですね、まあしっとりとした感じの発色具合なんですけども、まあなんか雰囲気なんです、まだ長時間やってないんですけど、雰囲気的には結構な時間やってても目が疲れにくそうみたいな感じですね、感想ですけど、予測の感想ですけども、一応そんなところはちょっと感じましたね。なんでまあ安価ではこれは加工ここまでできてないですけども、まあいいんじゃないかなと思いますね。この画像の画質っていうのはかなりいいかなと思います。でちょっと物足りないっていうか、ちょっともうちょっとできれば改善してもらいたいなっていうのを何点かあってですね、ボタンがね、なんかゴムが収まりづらい、この金属のボタンだと。でプラスチックのボタンにやってみたんですけど、プラスチックのボタンだとここの上具合ですね、ここの出っ張り具合が少ないんで全然押せないみたいな感じだったので、まあちょっとこのゴムの後ろ側のゴムの収まりが欲しいっていうのと、あとなんか金属なので痛いもしかしたらちょっと長時間やってると指がかなり痛くなっちゃうかもしんないみたいな感じのところ感じましたね。プラの方がやっぱり柔らかい感じなので、そこまでじゃないんですけども、なんかこれ痛い感じがするんじゃないかなって感じですね。まだちょっと長時間やってないんであれなんですけども、なんかちょっとボタンまで、金属っていうのはちょっと若干自分は違和感感じましたね。ただ全体的には画面もいいですし、質感もすごいいいので、で裏までこれ多分金属になっちゃうとむちゃくちゃ重たくなっちゃうと思うんですよ。なんでこのぐらいでいいのかなと思うんですよ。裏面のところはちょっといろいろと流用してもらえればみたいな感じですね。一応こんな感じで今回はですね、一般的に言うとゲームボーイマクロですね、そちらの改造の方を行ってみました。まあそのうち V2、V3、V4、あとゲームボーイマクロの方ですね、拙者の方ですね、
マイクロスコープで前にもやったんですけども、ちょっと接写して、画質の具合とかっていうのをちょっとマイクロスコープ越しにやったちょっと動画もちょっと作ってみたいかなと思っております。一応こんな感じで基本的にハードオフですとかメルカリヤフオクとかでジャンク品結構ゲーム機ですね、購入してます。でまあそちらの頃ですね、ジャンク品なので汚れてたりとかしたら分解清掃ですとか、あとはメンテナンス、あとは壊れてたら修理とかも行っております。今回は改造ですね、改造はそんなにしないんですけども、まあちょいちょいやってたりしますね。一応こんな感じのチャンネルなんですけども、チャンネル登録グッドボタンですねしていただきますと非常に励みになりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。また頑張って動画作りますんで、ぜひ見に来てください。ではまた。